はい、皆さんこんにちは、テラミスです。本日もね、元気にスプラトゥーンの方やっていこうと思うんですけど、タイトルにもある通りゾンビヘルベッチュってわけでね、やっていこうと思います。で、ギアはね、ちょっと画面に載せておくんですけど、こんな感じで、まあこれ強いて言うなら、バグ軽減 0.1 は多分必須かな。インクアーマーとね、バグ軽減がめっちゃ相性いいんで、ボムのバグをね、インクアーマーが耐えてくれるんでっていう感じっすね。まあ他は、まあ適当にゾンビって感じっすね。まあ、ステジャンは最近これやばくない？危ねえ、ちょっと体勢がやばかったからさ。まあ、ステジャンは最近なんかいらんかなと思ってるんで、積んでないっていう。危ねえ。ナイス。おしゃれすぎる。ちょ、今のヒル。いや、今回はですね、サイングとか積んでないんだけど、てかサイング積んじゃうとなんか俺動き下手になる気がするんだよね。なんかイメージとしては、なんかね、炭酸ボムをカーリングみたいな感じで使って、本日はやっていきたい。なんか、あ、これインク無理だな。炭酸1個投げて、さーって、はい、敵で詰めるみたいな。まあ、今はちょっと状況が状況だから、牽制炭酸してるけど、あんまりその炭酸連打とか、そこまでしないで、なんか、あくまで詰めるために、わー、早すぎる。まあ、詰めるために、あれ使うみたいな。人速ザップじゃなくて、イカ速ザップも結構刺さるんですけど、人速ばっかじゃん、ザップって。だから逆にイカ速ガン詰みされるとうざいな。で、これちょっと打開っていう状況になったんですけど、まあ、カウント21までこうするのは結構でかいよね。てか初動こっちが圧倒的に勝ったからな。僕の活躍によって。まあ、ちょっとここでね、ドヤ顔しちゃうんだけど。これ止めれるでしょ。まあ、ジェッパーやめて。ただ、マニューバラストだな。危な、こっち狙ってんのかよ。これジャンプ大丈夫？来ないっすよ。おー、味方強い。これちょっと持ち任しちゃうわ。自分がスペシャル溜まってる時はあんまり持ちたくないんだよね。てか、持たないでいいと思うわ、自分溜まってたら。もうそれが味方のためでしょ、むしろ。これ右上いるくね？オッケー。それ見えてんだよな。復帰でバケツ右上の方消えてたから、潜伏してるんじゃないってちょっと思ってたんだよね。まあ一応クリアリングってか、ワンチャンいるかなと思って、ちょっと撃ちましたね。危ね。今の置き炭酸みたいな感じでちょっと敵牽制したの良くないか。なんか柔軟に炭酸を使っていきたいんだよな。なんか俺サインクとか積んじゃうとさ、なんか変にサインクだから投げないとって思ってさ、投げすぎてなんか、変な動きになってる気がするんだよね。だから動きが変なのにならないように今回ね、ゾンビガン詰めでやってるんですよね。ケルビンベッチュで結構前詰めるみたいな動きあんまやったことなかったんでね。ちょっと今回やってみたいなっていうわけでこういう動画撮ってるんだよね、実は。はい、それでは対戦よろしくお願いします。スメッシのガチョコバトルパワー2180と、ではね、編成の方見ていきましょう。後衛なしか。前線しかおらん。相手の編成もなんか、マニューバーゲート2枚、いや3枚か。この部屋なんかすごいな、もう。なんか打ち合う気しかないんだが。もう初動ちょっと炭酸投げよう、ここ。なんか申し訳ない程度にね。まあまあ。なんもしないのもあれかなと思って。いや、中央ここ行けなくね？いや、右肩だったらいけるか。割に。これやれそうだけど。ダブル。バリアブルはあんまり隔離範囲長くないから。あの、ダイナモのバリアブルってダイナモローラーの隔離範囲長いんですよね。あの、バリアブルは結構隔離範囲少ないんだよね。実は。同じだと思ってる人いると思うんですけど、ダイナモのが結構長いんだよね。ボールドぐらい差ある、多分。あの、ボールドの射程1個分。ちょっと例えがちょっと分かりにくいかもしれないけど。OK。これ結構、OK、この炭酸ね。まあ俺のフィルじゃないんやけど。危ね。OK、これちょっと炭酸溜まる、あ、炭酸じゃない。アーマー溜まるから一瞬に振って。いや、ここ炭酸の通り結構いいから。相手結構苦戦じゃねこれ。アーマー盛り一応入ってるし。アーマーとかエスペシャルは結構強いからね。これいけるでしょ。これいい、ナイス。これなんか綺麗に勝てたな。はい、それでは対戦よろしくお願いします。ってわけでね、ちょっと録画ボタンが遅れてしまって、この画面からで非常に申し訳ないんですけど、ちょっと、許してください。で、ちょっとこの間コメントで、なんかテレビンシリーズ使うなら、なんかどれがいいですかみたいな言われたんで、答えようと思うんですけど、まあ、テレビン使うならケルデコが一番おすすめかな。まあ、ケルデコが、うわぁ。まあ、ヘルテコが一番普通に強いと思うんで、あの、ケルビンベッチュの動画撮ってる時に、こういうこと言うのちょっとおかしい、頭おかしいと思うんですけど、いや、多分ヘルテコが一番強いですね。まあ、ヘルビンベッチュ、いや、ヘルテコが、まあ、一番強いかな。まあ、他も、
そんな弱くはないけど、やっぱケルビンのメインがさ、メインが結構不安定じゃん。あの硬直がすごいからさ、それをイカスフィアと、あれ、シールドで補えてるっていうのはすごい強いんだよね。なんかスプラトゥーン1とか、ヒューロクデコはめちゃくちゃシールド代用で強かったな、強くて、あのヒューロク無印が、スプリンクラー、スパ戦だったんだけど、ヒューロク無印はガチで弱かったから、なんかその、やっぱサブスペ違うだけでも全然違うんだよね。で、ヒューロクが強かった理由って、その乱数を、大王とシールドでカバーできたからなんだけど、で、ヘルデコもそういう感じで、シールドとスフィアでカバーできるから、で、ヘルデコ以外はさ、その、乱数をカバーする手段がないから、まあ、死っていうならインクアーマーでカバーできるっちゃできるけど、まあ、スフィアシールドほどカバーできないから、まあ、サブスペの相性とメインのあれ見たら、まあ、ヘルデコが一番使いやすくて一番強いのかなって、まあ、僕は思いますね。ヘルデコ、ケルビンなんか、俺、さ、なんか雑談とかしますっていう時はさ、なんか結構噛んだりして雑談してることあるんだけどさ、スプラトゥーンのトークになると、なんかもう噛まないでなんか普通に、いやちょっとは噛むかもしんないけど、なんかスラスラ喋れるな。自分の好きなことは、めちゃくちゃ喋れる。こう、典型的なオタクですね。僕スプラオタクなんで。オッケーめちゃくちゃなんかご利用したら4枚やったー、みんな来い、全員来い、前出るぞ。いや、これカウント負けてるんですよね、これ。話してるんですけど。これ負けたら、もう一回同じこと話します。まあ、普通にこういうことよくあるんで。これ。結構気合で、今、裏取りが立ち打ちでいいわ、今の。スライドすると入ってみたいなとこあるし。これいけるでしょ。イェーイ。この試合はね、プレイと喋りの両立ができたんで、グッドです。はい、それでは対戦よろしくお願いします。アービのガチアサリーパーの1390と、でここでね、ちょっと雑談の方をしていこうと思うんですけど、この間僕一人でね、秋葉原のローストビーフ大野っていう店僕好きなんで食べ行ったんですけど、まあ普通に一人だったんでカウンター席で、そのまあサイドにお客さんいて、それでさ、まあ普通にまあ隣の人お会計終わって、まあ店員に話しかけたんだよ。そしたらみたいな言ってて、まずびっくりはてなって思って、いや普通に日本人だと思ってたら、韓国人だったっぽくて、ええと思ってさ、さっきまで、店員の人話しかけられたね。日本語で接客とかしてたのに、なんかいきなり、俺だってな、みたいな。なんかそれに対して韓国語でさ、返信してて、わ、すげえってなったわ。ちょっと俺の中ではちょっと、心の中草生えてたけど、いや、すごいなーってちょっと思いましたね。すごくないですね、切り替えできるの。秋葉原、やっぱ外国人とか結構多いから、そういうの必須テクニックなんだろうね。いや、テクニックって言い方なんかゲーマーっぽくてあれやな。テクニックっていうか、まああれか、必要だよね。日本語以外の喋る技術っていうか。まあ、それで、ワオってなりましたね。まあ一人で秋葉原行くのね、まあ寂しくね、って思う人もいると思うんですけど、まあ結構いいっすよ。まあたまには。俺結構秋葉原詳しいんだよね、実は。普通に、その、ローストビーフ大野ってとこ、秋葉原駅から7分ぐらいかな？ 5 分とかかな？当たるんかーい！ま、ちょっと歩いていくとこなんだけど、俺、地図とか見ないで普通に行けるからね。ちょっと、すごくない？ま、っていう感じでね、ちょっと謎、トークの方でしていったわけなんですけど、ちょっと試合ね、全然触れてなかったんで、ま、普通にね、触れていこうと思います。てか、アマビの、これ炭酸も強くない？敵高荒らせるのいいよな。これ、炭酸でいいかな。炭酸、てか、サイリンクいるのかな？なんか炭酸ボムさ、なんか炭酸ボム2個投げとかも普通に強いと思うんだけどさ、なんか炭酸ボム2個投げで、少なくとも2個投げしまくる立ち回りとはあんま強くないと思うんだよね。2個投げ調整みたいなのできるんだけど、2個投げた後、マジでスライド1回もできなくなるから、結局、1個1個投げてるっていうか、って感じになってるような気がするから、なんかサインクいらない、やっぱなんか、何、調整しなくてもいいのかなって思いますね、サインク2個投げ。あと、黒洗濯機使いとかもサインク積んでる人見たことないからさ、みんな、イカ速一速とかだから、なんか、サインクいらないのかなーって、思ってますね。やれねえかな、これ。これ上、あ、届かない、これ。
こういう時あれか、サブ性能あったら一応届いたみたいな。サブ性能もありっちゃありなのかな。で、やって。まあまあ入っちゃう、これ。よし。二人だったけど、まあまあまあ、いいや。自己中アーマー。わあ、もう上手すぎやろ。いや、ちょっと今の自己中アーマー良くなかったかもしんない。いや、まあ、まあ二人だったら、まあ吐く選択肢はなしではないって感じ。まあ、結果論かな。まあ一人だったらね、アーマー絶対吐かない方がいいね。ちなみに。一人アーマーはマジで、弱い。最低二人って感じ。待って、こいつ、あいつ早すぎやろ、ナイス。ね、イカ速積んでんのかな。またこれ、持ちに行ったけど、持ちに行かない方がもしかして良かったパターンですかね、これ。なんか、いやーま、いや、味方が、頑張ってくれ。いや、あそこで消えさせんのもったいなくない？なんか持ってるだけで一応圧にはなるじゃん。例えばだけど、相手チームがさ、4人勝ちあさり、いたらさ、あ、うわーって入れられるってめっちゃ怖いからさ、引き気味になったりするじゃん。っていう意味で、アサリをとりあえずキープしたかったんだよな、さっき。まあ、っていうね、感じ。まあ、このように今回はカーリングのように炭酸棒をね、使ってるっていうコンセプトで、やっているんで、それをちゃんとね、やっていくと。待って、めっちゃ瀕死だけど。ナイス。これ炭酸も溜まるし。炭酸じゃない。待って、今の X やれんのか。破壊落ちみたいな感じしちゃったけど、なんか味方が強いな。もしかしたら味方強いと。これ飛びますか。うん、かわす。これ、関係ないっすよ、ジャンとか。ちょっと集めんの任せていい？結構、炭酸で圧かけんの、これ、強いと思うから。はい、ナイス。てか、この試合相手に一回もこれアサリ入れられてないな。てか、こっちがオールダウンとかあんましなかったからかな、それは。というわけでね、まあ、本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価の方、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。